そして私たちはその荷物を下ろすこともできる。もう恥じることも絶望することもない。私たちはこの子らを通して喜びを知る。ちゃんが自分の名前を書くわよ。書くわよ。頑張れ、けいこちゃん。けいこちゃん。頑張れ、頑張って。スポーツとして。頑張れ、頑張れ。頑張って、けいこちゃん。しっかり。自分の名前が書けた。自分でご飯を食べた。一人で靴が履けた。トイレに行けた。そんな小さなことを私たちは天からの贈り物のように喜ぶ。そして私たちは思う。この子らと共に人生を楽しむ道がきっとあるはずだと。3月に6歳になったばかりの恵子は小学部に入学した。担任は安田先生。初めての男の先生で子供たちは喜び懐いた。安田先生、ちょっと。ストーム君覚えてる？ストーム、やだな鈴木先生。老いたりといえどもこの安田、教え子のことは忘れたことがありません。柴山ストームは5年前高等部を卒業して地域の福祉作業所に通っておるはずです。私も小定部の時担任したわ。昨日ストーム君のお母さんにばったり会ったのよ。福祉作業所ずっと行ってないんだって。もう4年間も在宅で家に閉じこもりっきりらしいの。どういうことですかそれは。柴山勉君は知的障害を併せ持つ重複障害児で、高等部を卒業して地域の福祉作業所に通うようになった。作業所には一般の企業には就職できない重い障害を持つさまざまな人たちが通っていた。その中で聴覚障害者は勉君一人だけだった。勉君の身振りも身につけたわずかな手話も指導員や一緒に働く仲間には通じず、勉君は寂しい思いをしていた。勉君は車椅子を押してあげることが嬉しかった。自分の大好きな花壇を見せてあげようと思った。どこ行くの勉君ったら。ちょっと止めて、溝の蓋がずれてる。止めて勉君ったら。止めてってば。止めて。Oh!
声が聞こえないためにつとむくんはその女性に怪我を負わせてしまった。この事件はつとむくんに大きなショックを与えた。手話も身振りも通じなくてトラブルを起こして作業所を辞めていくケースは多いのよ。つとむは作業所を辞めたんですか？ええ、それ以来自分から他に働きかけることをしなくなり家に閉じこもってしまったそうよ。そしてストレスから近所を徘徊して回るようになり。あ！その事故で右足をやられて歩行困難になってしまった。安田先生には信じられなかった。あのつとむくんが4年間も在宅に。老学校に通っていた頃のつとむくんは元気で優しい子供だった。木登りが好きで安田先生を困らせた。つとむくんはそんな優しい子だった。つとむくんの家はお父さん。ええ、つとむが小さい時家を出たそうですから、つとむは父親の顔を知りません。お母さんが働きに出ておばあちゃんが学校に付き添ってきていました。こりゃ先生、遠いところをわざわざ。お久しぶりです。おばあちゃん、お元気でしたか？はい、どうぞどうぞ、あのお上がりになってください。汚くしてますが。つとむ、先生が来てくださったよ。つとむ、どうも情けないことになってしもうて。つとむくん、安田先生よ、覚えている？つとむ、俺だよ、安田だよ、安田。先生、ちょっと失礼して。つとむにご飯を食べさせます。母親今夜少し遅うなるので。ほらつとむ、自分で食べんだぞ。先生見てるからな。はい、背中をまっすぐして、ほら自分で食べろ。トム君、どうしたのその歯？もうおかゆしか食べきらんのです。虫歯で歯が抜けてしまって。あ、ほら、あ、ほら、あ、作業所に行かなくなってっから生活が崩れてしまって、もうお菓子ばっかり食べさせてたもんだから私たちが行けなかったんです。かわいそうじゃ、かわいそうじゃ、でつい甘やかしてしもうて。変わってやりたいです。この子はまだ23なのに。こんな。ただいま。つとむ、お母さんアルバム買ってきたよ。ほら新しいアルバムだよ。約束。
アルバム。写真新しいのに貼り替えようね。古いアルバムは捨てるね。他のことは何にもしないのにこれだけはやるんですよ。ろう学校が楽しかったんですね。毎日毎日写真を眺めては貼り替えて。つとむ、そうだよつとむ、君はこんなに元気だった。ほらこれ小5の時の運動会だ。俺は初めて君を担任した。君は前を走っていた良一を助けて一緒にゴールした。君はそんな子だった。粘土細工が上手だった。木登りが好きだった。手話だって覚えた。なのになぜ、なぜこんな。先生、私は生きたいです。この子より一日だけ長生きしたいです。この子を置いて私は死ぬわけにいかないです。ずっとろう学校におれたらよかったにな。わしらが死んだら勤めはどうにもならんもんな。そうだね、そうそう、鬼だね。先生、この子先生のこと思い出したようですよ。鬼。先生、劇遊びの時の鬼。そうだストーム、俺はあの時鬼の役をやった。鬼だよ、俺は鬼だ。鬼だ、鬼の安田先生だぞ。鬼だ、ほら鬼だ。幼稚部から高等部まで子どもたちは15年間もろう学校に通う。親も本人も先生も障害と格闘しながら長い長い時間をかけ、さまざまな力を身につけ育っていく。でも社会にはこの子たちを受け止めてくれる場があまりにも少ない。そして勉君に起こったことは稽古にも起こるかもしれない。一日一日と大きくなっていく稽古。稽古が成長し学校を卒業し社会に出るとき、私も願うのだろうか。娘よ、私はあなたより一日だけ長く生きたい。またあの人たち来てるわ。一人は堺ろう学校の福原先生、重複クラスの担任。もう一人はろう話者相談員の高田とかいう人。ろう話者相談員って？詳しくは知らないけど、聞こえない人たちのいろんな生活相談に乗ったりする仕事らしいわ。つとむくんのことがあってから、安田先生たちは県内の老聴覚障害者の実態調査に動き始めていた。
自傷行為がひどくミシンに手をつながれていた高橋さん。引き取り手もなく8年間も精神病院にいる滝さん。社会の仕打ちに絶望し誰とも会おうとしなかった上野さんの家族。安田先生たちは身を切られるような思いだった。勉くんのような人たちは県内に大勢いる。しかし学校で15年間手塩にかけて育てた子どもたちを社会に送り出しても社会に受け入れる場はあまりに少なく、学校でつけた力を次第になくしてゆく。そして行き場をなくし孤立してしまうのだ。これまでも、そしてこれからも。埼玉県内にあるもう一つの老学校、堺老学校の重複クラスの父母を招いて合同の父母懇談会が開かれたのは、恵子が5年生になった年でした。共同作業所？そうです。今お話しした通り、社会に出た老聴覚障害者の多くはその障害の重さやコミュニケーションの問題を受け止めてもらえず、家庭内や病院や施設に放置されています。我々の調査では県内の各共同作業所に約50名、在宅者が42名、各障害児学級に19名、老学校に約50名、少なくとも150名の存在が確認されています。確かに進路の問題はもう少し先のことかもしれません。しかし勉くんのようなケースも出ています。重い障害を持った子どもたちの進路は厳しい状況です。ですから聞こえないということを大切にし、身振りや手話でコミュニケーションを保障し、働き育っていけるような共同作業所がぜひとも必要だと思います。それはどこにお願いすればいいんですか？市とか県？皆さんと私たちで作るんです。運営も自分たちでやります。家賃もいりますし、指導員も雇わなければなりません。私たちの試算では年間600万円ぐらい必要です。600万円？そんな無茶ですよ先生。そんなお金私たちが。ろうあ協会や手話サークルや通訳者の団体、市民にも協力を呼びかけます。バザーなどもやります。できるだけ多くの人に会員になってもらって支えてもらうんです。また親戚や隣近所に頭を下げて回るのか。普段でも肩身が狭いのに。でも何もしないよりマシだわ。そうよ、在宅にはさせたくないわ。さまざまな意見が飛び交い、これまで親の中にくすぶっていた思いが吹き出した。世間は甘くないぞ。一日一日と大きくなっていく子どもたち。子どもたちの将来、託すべき何者もない社会。ケイコ、ちょっとおいで。なんだよ、せっかくいいところなのにな、ケイコ。ケイコってば。何？所長？大きな声出さないでよ。今日のは違ったみたいだけど、ケイコもう6年生よ。いつ始まっても不思議じゃないわ。そうか、そうだよな。そうだ、ケイコもそんな年頃だよな。簡単に喜ばないでよ。いきなり血を見たら恵子はどうなると思うの？あ、そうか、そうだよな。もし学校や外でそれが起きたら、所長なんか来なければいいな。大きくならなければいい。ずっとずっと
今のままがいい。どうしたんだ、涼子。怖いの。恵子が一日一日大きくなっていくのが怖いの。どうなるの、恵子は。学校出た後、どうなるの。普通の会社に就職して、一人で生活できるわけじゃないのよ、この子は。いつも誰かの助けが必要なのよ。私たちが年を取ったらどうなるの？私たちが死んでしまったら、恵子は一人ぼっち。どうなるの？それでも子供たちは大きくなっていく。一日一日大きくなっていく。やるんなら勝手にやってよ。私は遠慮するわ。自分の産んだ子は最後まで自分で面倒見るわ。夫も家族もそういう方針です。子供が在宅になってもいいの？京都には憩いの村、大阪にはモズ共同作業所、東京にはカタツムリ。親や先生たちが力を合わせて作業所を作ったの。行き場がないって言われてた子供たちがそこで働いてるのよ。私たちにもできないことはないはずよ。よそはよそよ。作業所を建てて、はい、終わりじゃないのよ。ずっとずっと続くのよ。資金的にも他人の善意にすがるしかないのよ。みんなよく知ってるはずよ。上辺だけの善意がどんなに残酷かってこと。みんな身に染みて知ってるはずだわ。私も遠慮します。迷惑をおかけしますから。本当に本当にそれでいいの？世間体を気にして子供を親の人生に従わせるだけでいいの？子供はそれで幸せなの？もうやめようよ。いい争いはたくさんよ。それでなくとも毎日大変なのに。私はやります。子供のためじゃなく自分のためにやります。うちの子はもうすぐ所長を迎えます。でも私はそのことを心から喜ぶことはできません。一日一日娘が大きくなっていくのが怖いんです。卒業したらどうしよう。私が死んだら、そう思うと夜も眠れません。将来に何の見通しもないからです。だから私は自分を変えたいんです。娘の成長を心から喜べる親になりたいんです。希望を持ちたいんです。私もやります。もう諦めたくないもん。諦めてしまったら子供がかわいそうだもん。そうよ、私もそう思う。普通とか世間とか言うけど、そんなのおかしいと思う。社会はいろんな人がいるじゃない。健康な人、病気の人、若い人、お年寄り。私たちの子供だってその中の一員なのよ。みんな幸せになる権利はあるじゃない。そんなのただの理屈よ、きれい事よ。もっと現実を見なさいよ。できっこないじゃない。みんなだって心の中ではそう思ってるでしょ。そろそろ校門を閉める時間ですが。何よ、あんたたち。威勢のいいこと言ってるくせに、結局泣くしかないんじゃない。何よ、あんただってそうじゃない。分かったわよ。もう涙を拭きなさいよ。メソメソするのは今日限りにしよう。
私の子供は目も見えない、知恵遅れも麻痺も残っている。何一つ自分でできない。それでもいい？本当に仲間に入れてくれる？最後まで一緒にやってくれる？お母さん、苦しくなったらみんなに相談に行ってもいい？今日みたいに正直に素直に何でも話していい？やろう渡辺さん、作業所作ろう。私たちの手で全員で力を出し合って。頑張りましょう。太郎くん、バイバイ。ありがとうございました。さあ行こう。はい、よしよし、はい、ほら、さあ、よっしゃ。どんぐりの会か。何かさえないな。バラの会とか白雪の会とか。芸能人のファンクラブじゃないの。だけど何かどんぐりの背比べみたいでかっこ悪いな。そんなことないわよ。どんぐりってよく見ると一つ一つ個性的で可愛いわよ。去年の文化祭の時、調布クラス合同で出した喫茶店の名前をそのまま取ったの。ふーん、まあ悪くないかもな。お風呂？ちょっと待ってね、すぐ終わるから。おい、本当に大丈夫なのか？年間600万なんて。ダメ。え？着替え中、男性ダメ。え？ああ。ああ。チェ。この前までは喜んで一緒に入ってたのに。そうね、稽古、胸少し大きくなったね。ブラジャー？冷えるから入りなさい。稽古背丈、ママと同じになる。おっぱいもっと大きくなる。ブラジャーできる。ママと一緒。嬉しいの、稽古。ママと同じになるの嬉しいの？ケイコは喜んでいる。大人になることを、ママと同じになることをこの子なりに喜んでいる。それが分かったとき、私は決心した。言葉では説明できない。絵に描くのも難しい。自分のありのままの姿を見せるしかない。おいで。稽古、よく見てね。これごらん。破ってごらん。ほら稽古、ママのを見て。病気違う、病気違う。痛くない、痛くない。稽古、背丈、ママと同じになる。ここ血が出る。稽古、これ同じになる。そうよ稽古、
稽古とママ同じ、同じ。稽古は驚き、よく理解できないようだったが、私はトイレにカレンダーを貼り、一週間稽古を連れて入った。稽古、よく見て。一週間、終わり終わり、整理終わり。それから毎月、稽古に整理を見せ、パンツとナプキンを持たせるようにした。夏のふれあい広場のバザーまでにあと50体は作らなくちゃね。これ全部売れたらいくらになるかしら。わあすごい。バカね、もうあんたは600万円作るのにあといくつ作らなきゃいけないと思うの、うん、ああすごい。バザーで売るピエロ人形と手提げ袋作り、運営委員会、一足先にできた東京の作業所、カタツムリの見学、会員の拡大、新聞の発行、目の回るような忙しさだったが、私たちは張り切って取り組んだ。特に同じ聞こえない障害を持つろうあ協会の人たちが、ろう聴服の人たちのことを自分のこととして考え支えてくれることは何よりも心強かった。できる、どんぐりの家はきっとできる。お散歩だよ、恵子ちゃん。なんだ、なんだ、そうか、飛行機だよ、恵子ちゃん。飛行機が飛んだ後だよ。どうしたんだ、恵子ちゃん。熱でもあるのか。どうしました、安田先生。なんか変なんだよ、朝から元気ないしね。おい待てよ、どこ行くんだ、恵子ちゃん。おい恵子ちゃん、待てったら。恵子ちゃん、お恵子ちゃんが、恵子ちゃんもしかして今風呂を持ってトイレに。恵子、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 だえ、だ、恵子、だ、恵子。できたのね、恵子。ナプキンもパンツもちゃんとできたのね。で、恵子、えらいよ、恵子。えらい、えらい。で、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 うん。恵子。で、恵子。ありがとう、恵子、ありがとう。喜んでくれるのね、ママと同じになったことを。こんなに喜んでくれるのね。好きよ、恵子。ママ、あんたのお母さんでよかった。恵子のお母さんでよかった。恵子、眠ったの？恵子の体が熱い、燃えている。恵子の体が、命が燃えている。
1986年、大宮市三条町に4畳半6畳の小さな借家を見つけた。この春に堺ろう学校を卒業する幸子さんを迎えるために、とりあえずこの小さな家から出発することにした。こうしてどんぐりの家はスタートを切った。幸子さんはべっこう飴を作り、つとむくんが袋に入れる。指導員の伊藤さんが2人を手伝う。そして午後はリヤカーを引き、みんなで廃品回収に出かける。こうしてどんぐりは生まれ育っていった。ただいま。おいママ、ケイコ、見てごらん。月がすごいよ。綺麗だよ。おかえりなさい。ケイコ、パパ帰ってきたよ。おいで。おいでよ。何照れてるの。さあさあ。おお。来週から中学部だから髪型変えたのよ。前からポニーテールが好きだったんだって。ねえ。ケイコ、綺麗だよ、ケイコ。とても綺麗だ。いい月夜だな。だ。ん？だ。うん、そうだな。来週から中学部だ。中学部になったから一人で学校に行くって言ってるのよ。一人で？先月からずっと練習してるの。駅の乗り換えもできるようになったね。恵子、電車降りる、オッケー。やっ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 。ありがとう、涼子。よくここまで育ててくれた。ありがとう。恵子に花が咲いたよ。恵子は綺麗な立派な女性になった。でも寂しい。え？恵子が自分の手から離れていくようで寂しい。離れていくんだよ。子供はいつか親の元を離れていくんだ。いや、そんなの、いやいや、ずっと恵子と一緒にいたい。陽子、今度はどんぐりを育てよう。恵子や清君たちが安心して生きていけるようどんぐりを育てていこう。
ー